こんにちは、とうこママです。買い物に行ってきました。今日は鶏もも肉が 100g98 円という特売日、安かったので6枚分の鶏もも肉を買ってきました。子供たちが食べたいと言っていたリンゴやみかんなどのフルーツ、旬のお野菜も買ってきました。こんなに買ってもあっという間に食べきってしまいます。合計金額は7361円でした。今日は夕方に子どもの習い事があるので、早めに夕食作りに取り掛かろうと思います。今日の晩ご飯はカレー。日本のカレールーはどんな作り方をしても美味しいカレーができますよね。鶏肉と玉ねぎの無水カレーを作ります。玉ねぎは全部で4個。カレーに甘みと水分、そして旨味を加えてくれます。玉ねぎは繊維を断つように縦に薄く切ります。玉ねぎをしんなりとさせたいときは、この向きに切るといいです。玉ねぎ4個分、切り終わりました。ニンニクはみじん切りにして玉ねぎと一緒に加えます。ニンニクを入れるとカレーにコクが出ます。無水鍋を使ってカレーを作りましょう。カレーのいい香り、あの香りはクミンの香りが中心です。小さじ1のクミンを油で炒めて香りを引き出します。焦げやすいので弱火でじっくりと炒めます。4個分の玉ねぎと刻んだニンニクを加えます。玉ねぎで鍋がいっぱいになりました。今日の特売品の鶏もも肉を3枚加えます。水気はキッチンペーパーでよく拭き取ります。鶏肉は切らずに丸々のせましょう。鶏肉に塩を振ります。鶏肉に下味をつけるため、そして玉ねぎから出る水分を出すために塩を振ります。市販のカレールーはバターを使わずに油を使って作られているので、ここでバターをたっぷりと加えておきます。1時間から1時間半弱火でコトコト煮ていきましょう。さて、煮ている間に副菜を作ります。作るのはかぼちゃのサラダ。かぼちゃは甘いので子どもたち大好きですよね。何を作っても喜んで食べてくれます。切ったかぼちゃが柔らかくなるまで電子レンジで加熱します。
かぼちゃの量で時間は調整してください。その間に人参のラペに使う調味料を合わせます。酢大さじ1、砂糖小さじ1、塩2つまみ、よく混ぜ合わせます。オリーブオイルを大さじ1加えます。人参のラペはフランスの家庭料理、私が大好きな料理の一つです。人参はなるべく細い千切りにします。スライサーを使うと便利ですが、指を切ったことがあり、それからは怖くて使えなくなってしまいました。人参を加えてよく混ぜ合わせます。このままでも美味しいですが、ここに加えるのはポンカン。オレンジを入れるラペもありますが、今が旬のポンカンを入れましょう。このまま食べても甘くて美味しいですよね。皮にも美味しい果汁が残っているので絞って加えます。そしてレーズンも加えます。フルーツの甘みたっぷりの人参ラペです。人参が嫌いな子も食べてくれるはず。冷蔵庫に入れて味をなじませます。かぼちゃはたっぷりあったので7分電子レンジで加熱しました。かぼちゃが温かいうちに塩を振ると味がなじみやすいです。マヨネーズはかぼちゃが冷めてから入れるので、このまま置いておきましょう。この後は子供たちのお迎えに習い事。夕方は忙しいので、できる家事は済ませておきましょう。水を加えていないのに、玉ねぎと鶏肉からたっぷりと水分が出てきました。この水分がカレーを美味しくしてくれます。では子供たちのお迎えに行ってきます。みかんさ、今日買ってきたんだけどさ、誰か食べる？みかん、みかんって何かわかんないんだもん。みかん、かぼちゃサラダの味付けをしましょう。あらあら、マヨネーズがちょうどなくなってしまいました。最後まで残さず使いましょう。黒胡椒を振ります。ここで加えるのはカレー粉。意外な組み合わせですが、すごく美味しいです。マヨネーズと合わせることでカレー粉の辛みも抑えられるので、子供でも食べやすいです。どうした？お腹空いた。今日カレーね。今日これ、そら豆買ってみた。なに？そら豆。そら豆。そら豆って言ったらあれでしょ。そら豆って一粒じゃないの？中にさ、お豆が入ってる。ふかふかの布団で寝てるんだよ。綿？
そう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 。でもなんでね、一粒じゃないの？うん、その中に3つか4つとか入ってるのよ。今日ほら焼いて食べようと思って。そら豆くんだよ。ほら絵本のそら豆くん。降りてよ。やいやんじゃないよ。春野菜のそら豆がスーパーに並んでいたので買ってきました。塩ゆでにすることが多いですが、今日は焼いていただこうと思います。この中からカレーの匂いする。おーすごいじゃん。まだカレールー入れてないのにさ、カレーの匂いがするよね今日。ほら、もうなんかカレーカレーの匂いね。クミン入れただけなんだけどさ。え、まあ、何こんなでかい肉は鶏肉でかすぎ。でかいね。1時間ほど煮込んだので鶏肉は木べらで簡単に崩れます。ここに加えるのはバーモントカレー。私は中辛が好きですが、今日は子供たちも食べるので甘口です。お水で濃度を調整します。ウスターソース？隠し味隠し味隠し味。これちょっと美味しくなるんだよ。カレーっぽくなってきた。カレーっぽくなってきた。何それ？ガラムマサラ。これをちょっと溶けば。おいしそう。おいしく隠し味だね。隠し味。最後にウスターソースとガラムマサラを加えました。鶏肉と玉ねぎの旨味が詰まった無水カレーです。なにこれ食べたいの？ピーナッツ。これも気をつけないと。冷蔵庫で寝かせたので味が染み込みました。箸が止まらなくなる人参ラペの完成です。かぼちゃのサラダも盛り付けましょう。最後に振るのはフライドオニオン。サクサクとした食感がアクセントになって美味しいです。最後は冷やしトマト。カレーを食べるときはトマトが食べたくなります。塩と胡椒を振ります。最後にオリーブオイルを一回し。熱いから気をつけて。熱いよ。入れてあげるからな。ちょっと待ってな。熱かい。カレーなんだけどすごい。ここ何？ピーナッツのカツ。これすごいんだけど、ピーナッツのカツとさ、これ見たのかな。捨ててよ。うん、捨てたよ。うん、降りてちょうだい。ご飯するから。どうかな。入ったね。そら豆くんで、そら豆くん後でさ、剥いて食べよう。焼いたそら豆、食べるのが楽しみです。
子供たちもお腹ペコペコ。ラッタあ、そうそれそれ。くん、そらよくんくん、そらまみくん、そらまみくん。よいしょ、あ、それそれ、そらまめくん。金曜日の晩ご飯はカレーを多めに作って、土曜日のお昼にもカレーを食べることが多いです。でもカレーは子どもたちもよく食べてくれるので、明日まで残っているでしょうか。何カレーかわかる？バーモンドカレー正解バーモンドカレーだよ。グリグリカレー。そうそうそう、人参ラペ。人参だよ。美味しいから。ん？どうやって開くの？え？これさ、こうやったら、ほらほら、そら豆くん出てきました。そら豆出てきた。ほらほらほら、で、これをさらにあの皮むくの、これほら、で、それで食べるの。で、これをあの味付いてないか、お塩かなんかで食べる。これ食べない。これ、これが、これがそら豆くんです。なんで甘いの？ん？カレー甘い？あの、玉ねぎが甘いんだよ。まあ、カレールーも甘いけど。いただきます。カレーどう？おいしい。久しぶりにカレー食ったな。おいしいね。自分で作ってあれだけど、あ、おいしい。あ、おかわりあるよ。お皿はないけどね。面白いんだよこれ。サララーン。あー、お豆が出てきた。どれがいいですか？ちっちゃい。ちっちゃいの？どうぞ。すごいじゃん、ふーちゃん、人参食べてる。よく食べるね。今日スケートどうだった？ママ、行ったことあるスケート場だった。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。